2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。当時は1億円近く投資しておりました。2017年は世界第2位でした。今回はね、人間たちの販売妨害についてね、ご報告したいと思います。商品のビジネス戦争ですねを今こちらの半間陽先生と人間全員との対立ができております。と言いますのは、誰もが最新の良いインジケーターですね、私の開発したインジケーターは誰も死ぬほど欲しいわけですね。でお金になるんでね、でそれでいらないよというふうに攻撃をしてきております。別に買わなくていいんですけども、いらなかったらいらない、いいわけですけども、いらないとしょっちゅう言ってきまして、話しかけてきております。しかし意味は殺してやる、盗んでやるね、でお金儲けさせない、絶対させない、お金を出さないようにしてやるということでね、世界の人間がビジネス戦争で私と攻撃、ビジネス戦争をしております。そういうことでね、盗んだものじゃなくて使わない、利益を与えることを邪魔してやるとかということで、あらゆる手を使ってきております。ビジネス戦争ですね。YouTuber のアクセスもね、3億円ぐらい稼げる、普通に置いといて稼げているものなんですけども、人間たちがビジネス戦争でアクセスを絶対しないということでね、1000人以上登録者をつけない、ね、で1000も収入なしにさせられてますけども、まあ、これに対しては、人間たちが130兆円ぐらい資金を減らしていると、まあどうでもいい人にアクセスするというふうにしてね、でまた私だけ見てアクセスしないということをしておりまして、一番いいものをアクセスする以上に仕事を増やしてやってまして、それに対して誘導する、ビジネス世界で誘導する活動資金が年間130兆円使っております。そんな関係で3億円私に稼がすさないようにするのに130兆円人間たち全員が使ってるんで、まあこれは妨害はあるけども、私もいや3億円の稼ぎが減るのは嫌ですけども、ビジネス戦争としてはね、私の方が勝ってるということになるんで、130兆円単位にならないといけないわけですね。で130兆円も減らしてまで3億円を与えないと、仕事の妨害するために3億円も仕事を与えないためにね、お金は与えないために130兆円を人間たちは使って頑張ってるというようなことでね、これはまあ妨害は妨害だけども、人間全員のマイナスになるんでね、私もマイナスになりますけどね、3億円で130億円の打撃を与えてると勝手にやってるんで、人間たちが、私何もやってませんけど、問題にしてないということですけどね。で、インジケーターの製品に対しては、このように誰もが死ぬほど欲しがるものなんですけども、いらないと言って戦争妨害してきております、ね。そんなことをちょっと報告したいと思ってですね、記録を取っております。そんなことですね。どうもありがとうございました。